撮影がいかんね。全く問題ございません。あ、問題ない。私を撮っていただいても構いません。お金は無料です。衣食住ラムです。今日はですね、輪島のマリンタウンからですね、白米千枚田、それから昼食を食べにですね、鶏そばスプーンヌードル、それから道の駅の天原市、それから最後にですね、目的地の三郎丸蒸留所の方へ行ってまいりたいと思いますんで、最後までご視聴よろしくお願いいたします。道の駅千枚田に来ました。いや、偉いよ。行きはいいけど、帰りやね。うわ、天気良くなってよかったな、これ。しかも。いいよ、じゃあ。歩いて行けるよ。それのやつか。
そう。なんていうとこだった道の駅天原っていうところみたいです。駐車場もちょっとあんまり大きくはないね。よし、まあ景色がいいところだからどれ、これ
ですね、言われても今日の目的の一つがこの若鶴酒造さんのところで、ハイボールを、この前京都で買ったハイボールがここの缶のハイボールだったんで、ちょっと見たいなということでここまで来ました。あ、そっち大きい大きい入り口があったけど、工場見学もできるんだけど、工場見学がちょっとキャンセルしました。で、15時からあるんだけども、もうスタートになってるはずだろうし、ということで、どうなってんの？ケースって作ってんじゃないの？なにこれ、カフェバー、カフェバー、ディナー、ディナー、これ何出るの？お、自己責任のもとでお願いします。何飲むの？あ、持って帰ってもいいんじゃない？うーん、あれ冷たかったよ。なんかなんだ、足にかかった、うん、足は冷たかったけど、冷たかったけど、これ何、これ販売とかはどこでやってないのか、撮影がいかんね。全く問題ございません。あ、問題ない、問題ない、私を取っていただいても構いません。これいいね、ハイボールのセット、これナッツね、ちゃんと使えるのかな、これもあるよ、あ、これ買ってるかな、すごいね、これでかっ、非売品だよ、は？非売品ってこと、あ、これが非売品か、これ700円、こういうのだったら食べれる私、いいね、3パック買ってこう、
これね、3種類あるところ。そうだね、サブローも中身は一緒です。あ、中身は一緒です。パッケージが違うだけ。あたさん、なんか台湾の人にも分かるような簡単な英語で、なんか言ってよ。これウイスキー？アイスか。アイス食べたいな。食べ。あ？バニラ。いやいや、見えない。だってメガネしてね。メガネ違うの。これは何？日本酒。3種類のおチョコが一応あります。もちろんほとんどこれ当たりませんけど、こういったのが、ね、出てきて、割引券が必ず入っています。でこれをご利用いただいてお土産買うことも、まあ、できるんです。500円硬貨しか使えません。でちなみに運転手、ある運転手は僕なんで、僕は飲まないから、じゃあご説明の方しますか、はい、よかったら一応お買い上げていただいて、これ全部飲み放題、飲み放題ってこと。あ、飲み放題じゃないですよ、1杯ずつになってしまってですね、飲み放題になってしまって、反応します。どれか一つ、全種類1杯ずつ飲みます。一応ちょっと日本酒はですね、重複しているものがあるんですね。季節によってちょっと商品のこれがあるものですから、一応は12品買った。そう、まだ500円は一応できますからね。飲みたいな。買っていくしかないか。あのね、あの黒いハイボールってあるじゃないですか。あれを京都に行った時に、はい、京都の錦市場で買ったんですよ。はいはいはい、でこれどこで作ったんやろうということで行ってみたいなということで来た。ああ、実はね、そういう方たくさんいらっしゃるんです。あ、そう。あの以前はですね、ちょっと受付の方に、なぜこの施設をお知りになったんですかってことを聞いたことがあるんです。うん、でやっぱりハイボール缶で書かれる方がたくさんいらっしゃってて、それがね、一つのきっかけになる人がいらっしゃいますね。でうちの今ハイボール缶は昨年の12月の1日に 8% から 9% に変えました。で 9% に変えた理由の一つはですね、ここにあるね、蒸留機あるんですよ。
従来の蒸留機って銅板の一体式なんですけど、はい、あの鋳物なんですね。高岡銅器といって銅器で作ったお寺の鐘を作る、銅像を作るような要領で作った蒸留機なんですね。で銅と錫の合金使ってるんで、実は世界初なんですよ。世界初、はい、今ね、飛騨高山でも採用になってるんで、今年から漆作り始まってますけど、今使ってるの2カ所ぐらいでしょうかね。いろんな賞も取ってますし、結構、ね、テレビにも取り上げていただきます。はい、もう綺麗なのかな。いや、もちろんでございます。あの割引券ついてるので、割引券はい、ありました。あ、それであの買うときにの、これで割引になりますね。はい、はい、あの100円のものでここにある6枚のものも買えますから、はい、はい、はい。で、まず日本酒の方なんですね、はい、おちょこあてがっていただいて、このボタンを1回だけカチッと押してください。あのね、全部飲めます。で、あの左右にお水ありますから、お水も飲むことできますから、はい、お水も飲んでくださいね。はい、で、日本酒がで、左右の方の機械はウイスキーが並んでて、一番向こうが梅酒、米の焼酎、ウイスキー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 。で、こっちはね、押しボタンが一切ついてません。当てがうことによってセンサー働くので、自動的に出てきます。ただね、まあ、時間が経つと少しずつ下がっていくので、量が少ないと思われたらもう一度差し直してください。そうすると、まあ、あの確実に一杯分は確実に出ますので。私分かんないんだけど、この若鶴酒造さんっていうのは、はい、もともと日本酒なんですね。若鶴酒造は、もともと日本酒を始めたのが、もうちょっと近所にいらっしゃる方で、その方が加賀藩から免許いただいて、実は若鶴という会社っていうかね、そういった酒蔵を始めたんです。でその方が、まあ、実は、この隣、まあ、斜め前なんですけど、桜井さんっていうところにはその権利を譲渡して、でそれをうちが買い取って、買い取ってからまた譲渡されて始めたのが今若鶴、今年161年ちょっと続けます。でウイスキーは今年70周年なんです。あ、ウイスキーも70周年、ね、70年を、まあ、はい、作ってますからね。一応歴史があるんですけど、近郊の方は皆さん知らないんでね。こんなイメージです。でこれがね、一応大吟醸がありますから、そんなにたくさん量出ませんけども、お米をね 60% 削ってますから。最近の大吟醸とか純米大吟醸も冷酒の方がちょっと流行りになってますから、この時期だとちょうどいいのかもしれません。いかがですか。来るね。一応17度ほどドスパイですよね。でもウイスキーを先に飲まれてしまうと度数が高いもんですからね、味が分からなくなるんですよ。低い方から順に飲まれないとなかなかお味が、ね、把握できないので、逆に右から、あの、まあ、こんな言い方あれですけど、高い順に並んでます。あ、そうなんだ。確かに飲みやすい。大吟醸、純米大吟醸なんですけど、大吟醸を飲んじゃったんですよ、最初。でも、ちょっとずつだから、そんなにたくさん入りませんから。これ、ね、大台になってしまうとですね、そう、私たちみんな、お金が入ってきますね。で、わーっと来たら、はい、今日もちょっと前に来たのは台湾の方いらっしゃって、3時目までいらっしゃいましたよ。本当はね、今日ね、1時半からの、あの、あれ、工場見学も取ったんですよ、1回取ったんだけど、ずっとあっちのね、千枚台っていうか、あの今日の朝、朝市、はい、あの輪島の朝市からいろいろあっちぐるぐる回ってくると、多分こっちに着くのが間に合わないだろうなと思って、キャンセル電話でさせてもらったんですわ。ありがとうございます。買うことと試飲はできるっていうんで来たんだけど、結局ダンテ様が入ってしまう、そこの会の時間が使えなくなってしまう。そうだね、なんか今日15時からもな、ね、台湾からとか、台湾の方のちょっと団体様が入ってくれたんですが、今日たまたま早かったんですよ。15時入ってくるのが14時に入ってくるのだったんです。まあよくあることなんで、調整しながらやりましたけど。いや、ナビで来てるどこか分かんなかったんですよ。そうなんですよ、こういう方がたくさんいらっしゃる。建物を指し示しするようなナビになってしまいますから、入り口はね、その建物を飛び越えてしまうんで、だから JR 暴れ殿という駅がそこにあるものですから、その暴れ殿の駅を指し示してきていただくと、すぐ分かるんですね。だから東方で電車でいらっしゃる方でもね、ここをぐるーっと回って打ち上げる方もいらっしゃいます。
私たちは反対から行ってどっかでも違わんかなと思って見ながら来てるんですけど、これはね、練習です。室賀生原酒の練習で、要は何も使わずにそのまま瓶詰めしたの。だから日落ち菌酵母菌は中で生きてるんで、で熱が加わると活性化していくんですよ。だから練習って封を開けたら本当に背面飲まないといけないものですし、まあ、要は冷蔵というのが保存方法になりますね。なんか白くなっちゃうと本当にもうダメになっちゃうっていう。一応賞味期限とかは、ね、ついてはないんですけど、やっぱり封を開けられたらね、やっぱり飲まないと。カツはね、多分美味しいと思いますね。バカツのこちらはね、で全部こちらは富山の小山錦って富山のお米で作ってます。あそこに、ね、赤いやつラベルあるんですけど、はいはい、赤いラベルはこの冷酒の中でもあの山田錦使ってます。山田錦っていうちょっと重たい感じに。これがね、面白いんですよ。これはね、米の焼酎なんですけど、フォアボンダーで寝かせてあるんで、実はね、これは唯一スモーキーじゃないんですよ。焼酎、米の焼酎、焼酎とウイスキーあんまり飲まないけど焼酎ね、でもバーボンダーで寝かせてありますから、結構、ね、飲みやすく仕上がってますね。これがね、同じ46ですけど、すごく飲みやすい。まずね、感じ方が全然違うと思います。これよりもこっちの方が飲みやすく感じるはずなんですね。ところがですね、この製品とこの製品がね、今もう終売っていうか、今ちょっと現状量の関係でないもんですから。あ、ないんですか。ないんですよ。そこなんか一生瓶みたいなのあったじゃないですか。あ、それはね、こっちのタイプですね。どっちが、こっちから飲んだ方がいいの？あのね、こっちから、それがね、1953年に作り始めたらしいんですよ。これがね、37度サッシャインプレミアムで言って、これが2017年に今の状況を新しくして、まあ、こんな風に改築して、きれいに整えて見学場にしたいなと思います。これ普通はさ、まあ、好きな人はストレートで飲むんだよね、はい、でロックで水割りとかだよね、うん、これはね、ハイボール、ハイボール、それは私このままの、でもね、こっちは逆に言うとね、40度とそうありますけど、やっぱり値段が高いもんで、ハイボール飲んでも絶対ない、やっぱりストレートとかロックで飲まれるのがおすすめです。飲んでこう、あの、10年目だけは必ず飲んでください。これだけは、ね、10年目、ね、それそれそれ、あ、これこっちもね、10年目って隣町の名前なんですよ。あ、そうなんですか。ウイスキーって結構町の名前使うもんですから、サブローバルもこの土地の名前なんで、ジョルの名前も、あとウイスキーの名前もついてますね。あとお強いですね。喉痛い。いいね。食うってくるよ、これ。お酒休むために、酔うために飲むんですからね。いいね。飲んでかればよかった。いやいや、最後飲んでから行きたい。そうそうそう。だってこれ、一番いい、あれでしょ。一番これ今飲みやすいって言いましたよね。いやいや、飲みやすいだこっちか。結構きま、これはね、結構スモーキーな香りが強く出ますよね。あ、でもね、後味が何ない。モルト&グレーン。モルト&グレーン。まあ、ちっちゃな醸造ではね、グレーンは作れませんから、みんな輸入したものを使ってますね。意外と口当たりが柔らかいですね。口の中でちょっと味わった方が良かったかな。そのままのじゃない。全然飲んでください。飲んでください。何でもいい、ね、あの。飲んだ時の口当たりが風にガツンとくるのか、ちょっとこう飲みやすいかどうかっていうのを見てほしかったので、まあ、よかったらもう一回飲んでもらえれば、もうちょっとかかると思うんですけど。ただこのスモーキーさっていうのはね、一回飲んでしまうとどっかでまた飲みたくなるそうなんですね。でもね、慣れてきたかもしれない。1週間ぐらいしたら、あれ欲しかったなとかありますけど。慣れてきたから暑い。あれだね、ちょっと見て。あの、ご意見待ってくださいね。はい、ありがとうございます。お土産になるんでお持ち帰りください。はい、ありがとうございます。あの、ペーパーカップの紙だとお持ち帰りください。今サブ
黒丸酒造さんで、蒸留所さんで、アイスクリーム、これ反対だな。アンポガキとウイスキーのチーズアイス750円。からですね、夢心地、RV パークの方に、今日の最終宿泊先ですね、 RV パークの方に向かいたいと思います。ここは立山の夢心地というなんちゅう温泉、天然温泉の RV パーク来ました。到着です。今日の最終目的地、宿泊地ですね。ということで、コンセントがいつも通りこんな感じでエアコンつけております。ご視聴ありがとうございました。